やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。VR チャットマジで激烈に人口が増えたらしいね。すごくね。やっぱ新しい SNS を求めてたんだな人は。早い。なんだここ、初めてのワールドだ。こんばんは。あ、こんばんは。今配信してます。ん、え、やっとりますね。やっとりますね。やっとりますね。そうなんですよ。僕も久々に来た。あすごっ。うん、ね、昨日発売、そう、昨日発売した子で、ね、あ、フルトラ、フルトラです。フルトラで昨日発売して、え、これ、うん、その動きするので何円かかるんですか。僕の場合は、3点追加してるんですよ。両足と腰。うん。まあ、2万、2万、2万。で、ベースステースが 2.5。2.5。 なかなかだな。なかなかで、いつかやりましょうね。でもそれでもやってみたいよ、やっぱり。今日とかやっぱり知り合いの VTuber がさ、フルトラ、フルトラっていうのかな、やってたんで。あ、プルルさん、プルルさんじゃないですか。3D をやってたから、うん、ああいうの見るとね、やってみたいなって単純になるよね。うん、ああ、お時間でありがとうございました。さよなら。こんばんは。こんばんは。ハロウィン仕様なんですね。そうです。ハロウィン改編しました。あ、改編なの？すげえ。ブランプ。それ何？うわ、すげえ！それめっちゃ可愛いじゃん。ハロウィン仕様。可愛いよな、やっぱ豆ひなた。クリスマスになったらクリスマスの改編するの？する予定です。すごいね、いいね。そうか。すごい多動ですね。俺なんか最近なっちゃったんだよね、これ。俺前まで人の多動をさ、お前動くんじゃねえよって言ってたんだけど、俺がこっち側になっちゃったんだよね。始めたのが。え、これ何？これ何？終わりだけ。ただのロリにしちゃちょっとあれじゃない？小判ザメみたいなのがついてるけど。クワッカワラビーっていうらしいです、こいつ。4人家族にしました。一人だけちょっと仲間外れやん。こいつ？うん。でもあんまちっちゃいとちょっとネズミっぽくなってちょっとグロいっていう。そうだね。おう。あ、こんにちは。こんにちは。あ、スタミさん、お願いします。お願いします。え、あのスタミさんなんですか？あのって、何ですか？どんな配信者なんですか？スタミってのは。どんな配信者？うん。結構ね、動画も面白くて。おー、そうなんだ。すべてにおいて完璧の。すべてにおいてか。いやー、ちょっとそれは、そうなんだ。スタミって配信者、すべてにおいて完璧なんだ。なかなかやるね。似てる。似てますか、うん、ありがとうございます。その人に似てるって言うんだったらもうそれは嬉しいことだわ。どうしま、はい。いいアバターしてますね。これめくれるんすよ。あ、ダメか。ダメだろ。全然ダメだろ。どこがめくれんの？え、この、あの裾、裾というか、セーターの部分が。下？そこ？そう。やばいアバター来てるじゃん。もうダメだよ、そうやってすぐなんかめくれるんだよとか言って紹介したら。いや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 。みんなに言ってんだろ、お前それ。しっかり。え、もうデフォルトなの、それ。はい、これ使うこと多いっすね。お気に入りで結構。スタミさんはもうそれしか見ないっすね。俺はもうこれめっちゃ気に入っちゃってるからね。VR チャット始めて3日目ぐらいでこのアバターに出会って、他の買ってもそれに戻ってきそう。そう、他の買結局これになっちゃうから俺は。ちょうどいい塩梅なんだよね。かっこよいんだけど、かっこつけすぎず、ギャグすぎもしない。いいっすね。ちゃんと紫で色合ってる。そうなの。いいっすよね、紫。綺麗。
みんなやっぱり女の子のアバターにすんだね。てか、あ、もう全部女の子っすね。あ、そうなんだ。あ、終わっちゃう。あ、まあやっぱそういう人も。はい、ありがとうございました。え、ちょっと待って、本物ですか？どこ見てるんですか？どこ見てるんですか？配信してて。あ、僕も配信。壁の方見て。僕も配信してます。はい。あの、この帽子直してもらえないですか？ああ、全然いいですよ。いじられて。何、直すって何？なんか帽子取れるんですよ。取れないよ。え、取れるっす、取れるっす。なんか、ずれてないですか、僕。ずれてるけど。ずれてるんですよね。なんでさっきの人つかめた？つかめてないよ。騙されてるんだよ、お前。いや、けど、ずれてるんじゃないですか。だから最初からずれてんでしょ？何言ってんの？ずれてない。すいません。すいません。ああ、マジで無理です。なんで？俺さ、普通にやってて配信者に会ったの初めてかも。配信してる人に会ったの。え、マジっすか？うん。え、僕、スタミさんに会ったの初めてです。はじめまして。あ、そりゃそうだろ。そりゃそうだろ。むしろ、こんなパブリックのところ出歩いてるんですか？さすがに、ポピオコとかはいけないけども、はい、こういうところだったら全然これ。ポピオコは配信始めて一番最初の方に行ったら、その時全然 VR チャットの配信してなかったんだけど、はい、ブワッて来ちゃって、もうお話すらできなかったから。確かにポピオコはちょっと自己率が高いっていうか、最近っていうか僕ずっとお砂糖マッチングで、うん、あのお友達作ってたんですよ、ま、あのお砂糖マッチングって何？お砂糖マッチングっていうワールドがあるんですよ。じゃあそれ言ってみるわ今から。けど最近結構荒れてるんで、ポピオコ荒れてる？稀にこうポピオコ感が出てる人がいっぱい来るというか。あ、そうなんだ。じゃあちょっと顔出してみるわ今から。あなたのお砂糖探しのお手伝い、お砂糖マッチング。初めてのワールドだ。なんだここは。お砂糖マッチング。当ワールドでは VR チャットのパートナー関係、通称お砂糖に興味がある方同士のマッチングするためのワールドです。まず気になった相手とお話をしてみましょう。一目惚れ、あの子ももっと可愛く、かっこよく見えるかも。なるほどね。当ワールドではお砂糖に興味がある人同士のマッチングなんです。通称ジャストに関するトーク、行為目的でのご利用は固く禁止しております。だってさ。行ってきまーす。うわっ、どれが禁止なんですか？あ、スタミさん。何の表示設定？はい。普通になんか、普通のワールドなんだ。あ、そうなんだ。なぎさみたいなシステムかと思ってた。そうだな、それ欲しいよな。ゲーム好き。あれますよ、これ。女好き。あ、えぐいえぐい。デスクトップ。やあ、キーコペン。あ、キンちゃん、お疲れ。あ、せキンちゃん、キンちゃん。友達なの？そう、ジロさんに、連れてこられて、初めて今日、お砂糖マッチングのワールドに来ております。スタミと言います。はじめまして。こんにちは。こんにちは。仲良くしようぜ。あ、仲良くしていたいと思います。よろしくお願いします。おー、すごい、中、あー、すごい。キンちゃん、キンちゃん、目つき悪いわ。ちょっと。生まれつきだよ。キンちゃん、ちょっと目つき悪いな。キンちゃん、お砂糖いるんだ。お砂糖いるんだ。いんのかよ。今初めて知った。いんのにお前なんでここ来んだよ。もっと欲しいよ。もっと欲しいか。まだ甘えるか。すごいなぁ。従順だなぁ。欲求に。スタミさん。まだ入り口っす。まだここ入り口っす。あ、ここ入り口入り口っす、まだ。ちょ、俺ちょっと、証券って案内してよ。あ、なんだ。始まった。キンちゃん、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 俺行くから、キンちゃん、始まっちゃった。キンちゃん、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 テンション上がったら歌ってくれるの？生まれて初めて。ボイチェンな、ボイチェンやめようか、言った。キンちゃん。歌詞知らんねん、ほんで。じゃあちょっと割とこんな感じでなんか、あ、なるほどね。このバーみたいなのが下にあって、結構フリーで。金ちゃんと出会ったのもあそこのバーです。あ、そうなんだ。
金ちゃんはここ入り浸ってるんだ。ここ僕のホームだよ、うん、あ、ここホームなんだ。ここ牛耳ってんだ。金ちゃん、スタミさんにあのその目つき良くないか。目つき悪いぞ。うん、なんかマジで。はい、どうも皆さんはこんばんにちは。なんか久々だな、この感じ。ここのバーにいつも僕立ってたんですよ、はい、毎日。ああ、そうなんだ。ここで、あの、割と真面目にこうみんなマッチングとかなんかする人多くて。あ、ちゃんとするんだ。なんか、そう、する人いたんですよ。うん。最近はないですけど。で、話しかけに行きにくいような人とかが、一人でここのバーに近寄ってくるんですよ。あ、はい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 。馴染めない人みたいなところがあぶれてここに来るんだ。そうそうそう。ああ、それはちょっといい楽しみ方かもね。じゃあ俺もちょっと飲んでてみようかな。しょーん。いただきます。ちょっとお隣失礼していいか。あ、いいです。ちょっとはい。最近そういう声の人マサ、俺にも酒を一杯くれないか。最近多いんだよな。いいよ。ありがとうございます。また届かない。僕も、あ、じゃあ、しっかり信じて。いや、俺、わ、あの、わかんないから、わかんないんで、なんか、アニメのキャラクターなんですか？なんか、俺わかんないんですけど。主人公です。あ、そうなんだ。なるほど、知らなんだ。そういうの、ちょっと疎いんでわかんなくて。とりあえず、いっぱい飲みましょうか。じゃあ、乾杯お願いしますね。はい、乾杯。よろしくお願いします。乾杯。ちょっと待って。美味しいわ。やっぱり。いや、未成年でしょ、あなた。あなた、未成年ですよね。いや、でも。まあ、じゃなくて。コスプレかもしれないじゃん。あ、もう、そうか。そうか、そうか。レイヤーさんだった。今日、ちょっと VR チャット配信しててよかった。嬉しい。皆さん、ここ、普段から来てるんですか？そう、最近来ちゃっててね、ずっと声真似やってるんだけど、あんまり会ってないよねっていう、お誘いできないよねって思いながら。そうだよね。その、需要と供給ちょっと違うかな。ここで声真似して何が起こるんだって話になっちゃうけど。うん、なんかあっちで。でもよく見る人が多いよ。どうしたんですか？いや、聞き覚えなら声だな。めっちゃ似てるよね。お会いしたことあるんですけど、覚えてたりしますか？お会いしたことある？え、あの、惑星にいましたか？惑星にいました。惑星にいた、やっぱり。あの、たまたま来たら行ってびっくりしてて、今。こんにちは。あ、こんにちは。すげえなあの、これ、声真似じゃないっす。え？ガチ地声っす。すいません。これ地声？すげえ似てる。あ、地声なんすよ。いつもこれで、あの、喋ってて。あ、じゃあ、めっちゃ言われるでしょ、普段。言われます。言われるだろうね、それ地声は。へぇ、すげえ。奇跡だなぁ。そうなんです。え、なんか何の変哲もない日常だったのに。スタミさんもお砂糖するんだな。すいません、なんか急に。え、実際にここでお砂糖できたよっていう方いますか？誰か手挙げろ。なんでいないんだよ。なんでいないんだよ。誰か手挙げとけって。おい、ジロー、お前話がちげえじゃねえか。一応挙げとけって誰か。ジロー。誰か一応挙げとけって。誰もいねえじゃねえか。なんだここ。仲間だと思ってた。本当、めちゃめちゃ嘘してる。本当か？絶対嘘。これこれこれ、何がこれこれこれ。びっくりした。お砂糖、お砂糖。お砂糖なんですよ。お前、17です。すごいな。17歳高いな。逆にまあ面白いですけどね。いろんな人に。キンちゃん、いや、ワールドによってやっぱさ、ご当地キャラみたいなのがさ、やっぱ住み着いてるからおもろいね。キンちゃんはもう、ここなんだ。ホームなんだ、ここが。あ、キンちゃんやめろ。目つきやめろ。おい、やんのか、お前。おい、やんのか、お前。お邪魔しました。ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お邪魔しました。じゃねー。すべてのおっさんたち。やっぱパブリックおもろいな、このゲームは。このゲームやっぱパブリックしっかりおもろいな。
ちょっとだけ見学しに行こう。まあダメだったら今日の録画全部消えるから。うわあ、俺最近来てなかったからこの BGM 久々に聞いたぜ。いつも配信見てます。ありがとうございます。すいません、お酒、はい、あのビールもらっていいですかね。はい、どうぞ。 ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。お、ついてくれる。あ、いただきます。ありがとうございます。おはようございます。乾杯。乾杯。乾杯。なし。やばいな。まひげさんもいるし、久々にパブリック、今日パブリックの日なんですよ。この1個前に、あ、そうなんですね。お砂糖マッチングに行ってみたんです。すごいですね。やっぱパブリックおもれえなと思って、ポピ横に来ました。なるほど。すげえ。ビールもらっていいですか。一緒。どうぞ。ありがとうございます。あー、たたたたたたたすみません、すみません。めっちゃ人が詰まってきてる。やばいやばいやばい、重い重い重い。やばい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 、暴れてる暴れてる。どこ行った？ちょっと待って。やばい、 VR か。ありがとうありがとう。はい、またね。めっちゃ楽しんでね。行く行く行く。はい、じゃあね。ありがとうありがとう。2日で久々に会えた。よかったよかった。やっぱ VR チャットのパブリックはおもろいな、みんなな。でもさ、俺のパソコンって結構なスペックだぜ。やっぱ密集しちゃうとね。久々に藤山も行くか。あ、すごい落ち着きだな、やっぱ。やっぱ落ち着き方違うな。どうも、こんにちは。すげえ、こんにちは。一枚いいですか、写真。あ、いいですよいいですよ。やったー。ここは落ち着いてていいね。広告募集してるわ。あ、そういえば言ってたな。たまたま広告したな。ね、あかん。緊張感落ちててびっくりした。山が安心しないの。え？安心できない。今配信。っていうか、自分で作ったんだったらできるんじゃないかな。そういえば広告出したって言ってたな、ね、牧野さんが。あれ？あれ？そういや言ってたわ。あれ？人って、みんなあれがついにね、もうほぼ完成形に近いんだよね。スタンミミュージアム。これランさんがもう一から作ってくれました。お待ちしてました。で、こういうさ、うん、思い出とかがあるじゃん、こういう。でさ、でさ、ここがさ、こうやってクリックできんのよ。そうしたら中入れんので、ファンの人とかが撮ってくれた写真とか中に入って飾れない。ここら辺は俺のファンかな、俺の視聴者が配信の切り抜きとかをあの X とかに載せて、それをこういうところに載せてる。で、このワールドはオトジャさんが雨が好きってことで雨が降ってますね。いるね、ポコピー、オトジャコラボ会でございますね。これが。すげえ、俺が電車で置いてかれたとこやん。で、上に登るとイベントなのかな、はい、ここの辺から俺見てないんだよね。書いてあります。はいはい、あー、はい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 。うわ、なんかもう懐かしいね。
もう懐かしいわ。うわー、歴史だ。俺もうこのくだり大好きなんだよな。あ、ちなみにこういうプレートが青いところはクリックできるんってなのでやってみてください。ほう、何、すげえ BGM が変わるんだ。曲というか音が流れるようになってます。なんか泣けてきちゃうね、普通に。青春やん。授乳か、すげえ。またイベント行きだしたらこういうのもどんどん増えていくから。あー、先は酒場だ。楽しそう、楽しそうなんだけど。俺とかさ、めっちゃイベントとか VR チャットのなんか行事やってるな、こう見ると。こう見るとめっちゃやってね、俺。どんどんアップグレードしていけたらいいですね、ここも。もっと俺もコンテンツを増やさないとな。問題なければ、この配信終わり次第、このワールドを公開しちゃいますけど、どうしますか？あ、もう公開しちゃっていいよ、これは。ついに公開だな。というわけでございました。ランさん、ありがとう。引き続き頑張っていこう、お互い頑張りましょう。このワールドはもう公開になりましたので、はい、皆さん訪れてみてください。また VR チャットのイベントだったりを、巡り出そうと思っております。久々の VR チャット配信でございました。また配信します。皆さんお疲れ様でした。さようなら、バイバーイ。